携帯なくしたって、うん、やべえじゃん、やばい。コーヒー、うん、どこ？あの辺。そう、この一本の、うん、あ、やっぱそこら辺だわ。そうだな、見てて。あ、ちょうどそこら辺だよ。あ？あ、あった。うん、これ。あ、すごい。ほんのあそこからいっぱい出したそばが。よかったじゃん。僕はっていうか、すごいな。ということで、iPhone。見つかりました。危ない、ギリギリだよ。これ iPhone6 だからから防水ないからよかったよ、うん。すごい、でもピンポイント。こうやってやっててさ、こうやってここにひぼが引っかかって、ひぼっていうかこれがここに引っかかって、うん、これでこうやっちゃったな。ここに引っかかって。いやー、よかったよかった。すごいな。だから今回の手順としては。自分の携帯から父の Apple ID とその Apple ID に紐づくパスワードを入力して iPhone を探すっていう風にやっただけで今回 iPhone 見つけることができました。いや、すごいな。まあでも良かったじゃん、うん、これ折ってたら折ってたらダメだったな。浸水してアウトだったと思う。